おはようございます。釣り子 TV です。この時期にですね、聞きそうなワームをね、ちょっと準備してみようっていうことで家でごそごそと、ワームボックスを漁っていたんですけども、ああ、そういえば、線香の効く時期だよな、なんて思ってね、いろいろ探してね、そんでちょっとついでに重さも測ってみようかな、なんて、そういう感じでカメラを回し出してみたんですけども、まずは、はい。これはね、もう一番定番。まあ今は、人によっては3インチがとかいろいろあるかもしれないんですけども、やはり最初の頃に出たですね、4インチ線香ね、今もね、山線香ですけども、使い出した時は、なんだろう、これすげえなーって思って、まあノーシンカーで使ってフォールで使って、あとはダートさして釣ったりとか、テキサスの具にしてみたりとかね、いろんな使い方ができる、まあ4インチあたりが一番なんか馴染み深いんじゃないかななんて思って準備してみたんですけども、はい、これ3本入ってる、パッケージですけども、はい、こんな感じですよね。4インチ、ここら辺ってそういえば改めて考えたら何グラムぐらいなのかなと思って、はい、まずね、41山線香っていうのが重さ測ってみますけども、あ、7.2g。 あ、これで針をつけたらですね、またちょっと重さも上がるんで、まあ道理で投げやすいわけだなって、ふーんっていう感じなんですけども、そんで案外ですね、この時期によく投げるのがですね、今度これ、5インチの山線香ね。これは古いパッケージとか新しいパッケージとかね、いろいろ持ってますけども、結構ね、この黒色なんてのはね、シルエットがはっきりくっきり出ていいんじゃないかなーなんて思ってますけど、 5インチってじゃあ何グラムぐらいなのかなー。あー、もう一気に10グラム超えて 10.4 グラムってことみたいですね。どうですか、5インチって使います？結構ね、長い感じなんで、あ、でも関西とかだとよく使われるサイズですかね。関東だと、まあちょっとある特定の時にね、よく5インチ引っ張り出してくるんですけども、でこんなね、古いパッケージも出てきたんで、これの重さもね、ちょっと測っていきたいと思いますが、微妙に、どんどんラメとか入ってるからかな、 10.7g って出ましたが、まあ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 、そんな感じで、そんなに重さ変わんないですね。そんで、なんでカメラ回し出したのかっていうと、そういえばこれ持ってたなと思って、7インチ山線香ってのもあるんですよね。これ7インチって俺釣ったことこれないんじゃないかな。案外7インチって、あー面白そうと思って買ったっきり、あー今初めて開封するかもしれないですけど、でろーん、こんな線香を持ってたんだよなーと思って、これの重さ測りたいなーと思って、まあ4インチから始めてみたんですが、この7インチってどんぐらいなのかな、ちょっと測ってみますね。おー、すごい。おっと、一気にもうなんか、もうビッグベイトに近づいていきそうな勢いが出てきましたね。25g。 そっかそう、いつもやっぱり使い慣れた4インチとかね、ばっかりね、これ黒とかいろいろ持ってますけども。で、最終的にこの7インチ測ってみたいなと思ったらですね、なんと驚愕の 25g ほどって出ましたけども、皆さんこれって使ってます？俺ね、あんまり使いこなせてないなってのがあって、でなんかね、これで1匹ぐらい釣ってみたいんですけども、まあ最近大きなね、10インチぐらいのうなぎみたいなね、ワームとかがそういえばすごいあるよなって思って、そんでガサゴソでゲイリーワームのコーナーでね、ボックス漁っていったら、おお、線香、カットテールじゃなくて線香でこういうのあったかと思って、出してみてね、測ってみて、まあ結構5インチとかも持ってるんですけども、まあ5インチこうあって、まあここら辺5インチですよね。で、4インチ。はい。デローンとね、こんな感じ。まあちょっとね、今まで使ったことないルアーとか釣ったことないね、
ルアーとかちょっと整理してですね、また釣りとかバンバン行けるようになったら投げ込んでみようなんて思ってですね、ほじくり出したら、まあこれにあとは大好きなファット山線香の3インチとかですね、3インチの山線香とか、まあ2インチはね、結構その例えばハワイに釣りに行ったりする時とか、あとはスモールマウス狙ったりする時によく使うんですけども、まあちょっとせっかくなんでそこら辺も見つけていきたいと思います。はい、ごそごそと重さを測り出したらね、他のサイズも気になりだして、引っ張り出してきました。まずはじゃあね、これ、3インチのファット山線香ですね、ピンク色ってことで、これが 5.4、 5.2 ってなって、こっちの4インチが7.6、 あーだいぶやっぱ違うんだな。そして一番小さな兄弟の2インチ山線香ね、これなんかは何グラムなのかな。はい、2インチ、あ、1.8、 あ、 1.6 って出た。へー、結構ね、改めてこうやって家にいるね時間が長いとね、こう書く気になるんですけど、まあ2インチがあって、で3インチ山線香とかもあるんですけどね、あとはまあスリム線香とかいろいろありますから、まあその他にね、あんまり持ってない番手もあるんですけども、今のところだとまあこの7インチはまあちょっとともかくとしても手に乗っからないね。はい、こんな感じですかね。まっすぐな線香兄弟で見ても結構いろいろバリエーションがあるんですね。まだまだね、買ってない番手、使いこなしてない番手ってのもあるんで、まあただね、ここら辺のちょっと好きなね線香を改めていろいろ使ってみて、そんでね、まあ、この時期に聞くって、まあ、ノーシンカーでね、ズルズル引くとね、よく釣れるなーなんて印象があって、まあ、例えば、霞水系とか、そういった濁った水域とか、それで、そのズルズルノーシンカーで引く時期が終わったら、その後にこういうのを、猫リグにして、こう、ストンって落とすね、動きに、ね、ストンボヨーンって感じで、ね、動かす。そんな動きにね、がぜん効いてくる時期があるので、そこでまあ4インチで釣れたらサイズアップで5インチ使って、っていう感じだったんですけども、まあね、この巨大な、俺7インチも持ってんだなんて思い出してね、いろいろ触ってみて、まあここら辺もね、今年ちょっとね、使ってみたいななんて思いました。というわけで、まあなんてことはない、とにかく線香シリーズのね、重さちょっと気になったんで測ってみようかなって、そういう動画なんですけど、皆様は、何インチ線香一番お世話になってますか。というわけで、本日の釣り香 TV は手持ちのね、線香各種、これの重さをいろいろ測ってみてって、こういった動画でした。はい、釣り香 TV でした。